人類史上で最高にですね、まあ、巨大な産業になる。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は自動運転車超絶詳しくということでやっていきたいと思います。はい、結論は人類史上最高の巨大産業へというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずですね、まあ、半導体業界から見たですね、まあ、各産業の事前予測というところから始めていきたいと思います。はい、で半導体産業はですね、まあ未来の予測としてですね、まあ、これから全産業が伸びていくというような予測っていうのを事前に出してましたということですね。まあ、例えば一番左であれば、まあ、パソコンコンピューター産業ですね。まあ、こちらの方が、まあ、今後、まあ、年 5% 複利で成長するのではないかと。それから、まあ、スマホの方が、まあ、年 2.6% で成長し続けるんじゃないかと。はい。そして、まあ、家電が、まあ、4.4% ですね。はい。そして、まあ、産業用が 9.3%、そして、まあ、自動車用が、まあ、13.8% というふうに、まあ、半導体業界は各産業っていうのを、まあ、未来予測していましたということです。はい、しかしじゃあ実際どうだったんだということなんですけど、はい、昨年22年度の実績ということで、まあ、一例としてですね、まあ、電子部品の最終製品である、まあ、スマホというのを見た時にですね、はい、去年1年間っていうのは、まあ、極寒だったということです。はい、まあ、なのでもう一年通じて全部ですね、すべての期でですね、まあ、昨年対比でですね、まあ、利益が減っていたということです。はい。まあ、特に、まあ、22年10月から12月の3ヶ月っていうのはマイナス 18.3 ということで、まあ、落ち込みとしては過去最大の落ち込みだったということです。はい。で、まあ、もしですね、最終商品スマホの、まあ、売り上げっていうのが、まあ、落ち込めばですね、まあ、中に入っている、まあ、部品のすべてのですね、まあ、を作っている、まあ、企業の、まあ、売り上げっていうのは、まあ、当然落ち込みますし、はい、極論ですね、まあ、部品とか製造装置だとか、もしくは原材料とかですね、まあ、そこのですね、まあ、例えばスマホならスマホに関連している価値連鎖、サプライチェーンの、まあ、全てっていうのが、まあ、落ち込んでしまうということです。はい、で、まあ、結果論としてですね、まあ、家電とかパソコンとかですね、あとスマホというのが、まあ、よく売れたのはですね、まあ、2020年3月から21年9月までの1年半、まあ、この期間っていうのが、まあ、デジタル特需だったということが言えます。要するに、まあ、コロナというですね、まあ、特殊な状況があって、まあ、それによってですね、まあ、例えばロックダウン、都市封鎖、リモートワークということでですね、まあ、これはですね、まあ、自宅を含めて、まあね、室内で仕事ができるような環境っていうのがですね、まあ、すごく大事になるとか、もしくはまあ単純に娯楽としては巣ごもり消費とか、って言ったことで、まあ、コロナっていうのとですね、まあ、このデジタル特需っていうのがセットだったということです。はい、なので、まあ、20年3月から21年9月までの1年半っていうのがまあすごく伸びたわけですけど、まあ、その後ですね、まあ、家電、それからまあパソコン、スマホっていうのはまあ落ち込んだということです。はい、なのでですね、まあ、全産業の成長っていうのは、まあ、これは実現しなかったということが言えます。はい、ただですね、すべてが成長したわけじゃないわけですけど、全く成長するした企業がなかったかっていうと、そうでもなかったということですよね。最初の事前予測っていうのは、まあ、ありとあらゆるものが成長するっていう予測だったわけで、そのありとあらゆるも全てっていう予測ははっきり言って外れたわけですよね。でも現実、事前の予測通りに本当に成長した産業もあったということで、はい、それはすなわちですね、まあ、自動車関連だったということです。はい、で具体的にはということで、まあ、一番伸びたのはですね、まあ、EV、電気自動車が伸びているということですね。で、そして、ま、自動車業界の、ま、巨大な潮流、流れとしてはですね、まず、ま、電気自動車の時代っていうのが、ま、現在進行形ですということですよね。で、ま、ほぼ同時進行的に、ま、自動運転っていうのもですね、ま、普及がしていくということです。で、最終的にはですね、ま、最終的には共有自動車という流れになっているということです。はい。で、ま、最終的な形態っていうのは、ま、自動車の所有から、ま、自動車の共有という時代に、ま、向かっていると。
ということです。はい、例えばですね、600万円のですね、例えば電気自動車っていうのを購入しましたとしたならば、その電気自動車っていうのは、もちろん自家用車ではあるんですけど、自家用車兼自動運転タクシーであるということです。要するに、電気自動車でありながら自動運転車なので、だから結局自動運転タクシーにもなりうるということですよね。で、そうするともちろん個人差っていうのはありますけれども、一般的には8割から9割ぐらいは何らかの車庫に入ってる、もしくはもう単純に誰も乗ってなくて止まってるというふうに言われてるんですよね。だから本当に自動車をですねに乗って運転してる時間と運転してなくて駐車してるっていう時間を比べたら、もちろん個人差ありますけど、2対8とか1対9ということで、圧倒的に人がですね、運転してなくて、停車してるだけっていう時間が長いということなんですよね。であれば、自動運転タクシーがですね、自分がですね、全然自動車を使ってない時間帯っていうのに、タクシーという形でですね、無人タクシーという形でですね、仕事をして、で、自動運転者っていうのが、年300万円でを稼ぐというような、そういう将来像、未来像っていうのが一つあり得るということです。はい。であれば、投資家的な考え方をすると、単純な、投資対効果ということを考えたときに、仮に初期投資っていう形で電気自動車、兼、自動運転者っていうのを、仮に600万円で購入しましたとした時に、もし年300万円を無人タクシー、自動運転タクシーという形で稼いでくれるというのであれば、ざっくり言うと2年でですね、結局初期投資を回収して3年目以降はむしろプラスというような、そういう未来っていうのもあり得るということです。これはあくまでも可能性ということですけど、ただそういう方向性に向かっているのは確かということですね。ですなわちということで、余ってる自動運転車がありますということですよね。だから誰も乗ってなくて単に停車してるだけの自動運転車があるということです。一方、今この時この瞬間移動したい人もたくさんいますと言った時に、余ってる自動運転車と今この瞬間に移動したい人を、結局アプリがですね、自動仲介するということで、例えば Uber とかですね、ディディとかですね、もしくは Grab とか、そういったアプリっていうのは現時点でもありますけど、Uber とかが仲介しているのは今人間が運転している、自動車と移動したい人を仲介してますが、将来的には自動運転車と移動したい人を仲介するような時代に向かっているということですね。はい。で、結果ということで、マースという言葉が言われているということですね。モビリティアザサービスということで、車というですね、ものを、物として売るっていうよりは、もう移動というサービスを売るという時代になっていくということです。はい。つまりということで、移動の自由ですね。だから何を売ってるんですかって言ったら、今までは車を売ってましたと、自動車を売ってましたと。じゃあトヨタって何売ってるんですか、自動車という、ですね、乗り物を売ってましたということだわけですけど、向かってる方向性としては、移動を売ると、移動というサービスを売るという、そういう、時代の変化ですよね、方向性に向かっているということです。はい。なおということで、電気自動車と自動運転車っていうののですね、世界が普及させたい、その普及促進の理由、動機っていうのは違うということです。はい。すなわちですね、電気自動車をなぜ普及させたいのかって言ったら、これはもう環境のためということなんですよね。だからガソリン車っていうことになると、実質火力発電ですよね。石油を原材料とした火力発電っていうのを自動車の中でやってるような状態になるので、だから CO2、二酸化炭素が出ますと。で、電気自動車ってたら出ませんということで、だから環境脱炭素のために電気自動車を普及させましょうっていう、そういう流れなわけですよね。はい。対してですね、自動運転車の場合はですね、これは交通事故をとにかく減らしたいという、どちらかって言ったら自動車業界の願望というか、切望があるということです。はい。というのはですね、人が自動車を運転している、全世界の現実として、年1000万人の方が、自動車関連で負傷してしまい、うち100万人
人の方が、まあ、全世界で1年で亡くなってしまっているということですね。はい、ちなみに自動車事故の、まあ、主な要因としてはですね、まあ、74% は、まあ、人間のミスというふうに考えられています。はい、例えば認知だったら安全の、確認が不足してたとか、脇見運転をしてしまっていたとかですね、もしくは判断のミスということであればですね、今どういう状況なのかっていう、まあ、動線に対しての注意が足りなかったとか、もしくはもう漫然と運転してしまっていたということで判断を間違ったということですよね。もしくは単に、まあね、ちゃんと認知して、ちゃんと判断してたんだけど、まあその判断通り、まあ自分がですね、まあ自動車をちゃんと運転することができなかったという、まあ操作ミスですよね。まあこういった、まあ 74% っていうのは、まあ人間のミスということです。特に、まあ日本もそうですし、まあ全世界、ヨーロッパ、アメリカ、全世界的にもやっぱり高齢社会ということでですね、まあ結局自動車免許持ってるんだけど、まあ70歳、75歳、80歳以上の方っていうのが、まあどんどん人口の割合として増えてくるわけですよね。でそうすると、まあ自動車運転に関する、まあ認知判断操作のミスっていうのは、まあ割合として増えていく可能性があるということですよね。であれば、まあそれをですね、まあ防ぐと、まあ要するに人間がミスしてるっていうんだったら、まあはっきり言ってそれを、まあコンピューター AI 人工知能で、まあ代替することができれば、まあゼロにはならないですけど、ミスはですね、でも限りなく減らせるんじゃないかっていうのが、まあ自動車業界の考え方ということです。はい、でまあ人間の認知判断操作ミスっていうのが、まあ自動車事故の原因になっているというのであれば、まあ、AI 人工知能による自動運転にしていくことで、まあ、自動車事故 99% 以上ですよね、これは100は無理だというふうに、まあ、考えられているわけですけど、でもまあ 99% 以上は削減できるんじゃないかというふうに、まあ、期待されていると。でそのために、まあ、自動運転っていうのを一生懸命研究開発そして実装していっているということですね。はい、なので、まあ、普及の直接的な目的っていうのは、まあ、電気自動車の場合は環境脱炭素のために普及させたいということですよね。でそれに対して自動運転車っていうのは、まあ、交通事故の減少のために、まあ、普及させていきたいという考え方が主だということです。はい、ただ、まあ、最終的な方向性としてはですね、まあ、電気自動車っていうのの割合が増えていって、そして、まあ、自動運転車の割合が増えていって、究極的に最終的には共有自動車ということで、まあ、自動車っていうのはですね、まあ、所有するものっていうよりはもうお互いにですね、まあ、利用し合うものということで、だから何を売るんですかって言ったら、サービス、移動させてあげるというサービスを売るような、まあ、そういう世の中に向かっているということです。はい、なおですね、まあ、自動運転車っていうのは、まあ、必ずしも電気自動車でなければ実現できないものではないということです。はい、で物理的にはですね、まあ、ガソリン車、ハイブリッド車、燃料電池車でもですね、まあ、自動運転車の実現っていうのはこれは可能は可能ということです。だから電気自動車じゃなければ自動運転にならないのかって言ったら、そんなことはまあないということです。はい、ただですね、まあ、AI 人工知能が、まあ、より正確に自動車を制御するためにはですね、まあ、自動車が単純であればあるほど、まあ、より正確な制御っていうのをしやすいということです。はい、そして、まあ、単純さだけで言うならば、まあ、ハイブリッド車ですよね、まあ、これは、まあ、ガソリン車と、まあ、電気自動車の両方ですよね。だから、まあ、結局ガソリンを燃料とした、まあ、エンジンっていう動力源と、もしくは電気を元にしたモーターを回すですよね。だからこのエンジンとモーターって両方積んでるわけですよ。だから走るということだけで言えばいいとこ取りなんですよね。速度が遅い時っていうのは、まあ、結局ガソリンは燃費が悪いんで電気で走ると。で逆に高速になればなるだけ、まあ、ガソリンっていうのは燃費が良くなるんで、高速になればなるだけガソリンで走るということで、だからエンジンとモーターを両方使ってですね、まあ、走るというのはですね、まあ、走るという性能だけで言えばいいとこ取りということです。ただ車の機能としてはですね、まあ、一番複雑ということですよね。なのでまあしょっちゅうこう切り替えるわけですよね。今は例えば電池で走ってますと、今はガソリンで走ってますと、今はそのエンジンを動かしてます、今はモーターを回してますみたいな感じで、まあ、両方を使うということになるので、まあ、自動車の作り方っていう意味で言えば、まあ、究極複雑ということなわけですよね。でなると、まあ、当然 AI 人工知能がですね、まあ、正確にですね、まあ、例えば何キロ加速するとか、どこで止まるとかっていうのを正確に制御しようとすればするだけ、やっぱハイブリッド車を制御するっていうのが一番難しいということです。
はい、逆にまあ電気自動車は最も単純ということですよね。まあ、単純に車の部品の数だけで言えば3分の1以下ということですし、まあ、動力源としてまあですね、エンジン積んでないのでモーターだけということになりますから、まあ、電気でまあモーターを回して走らせるということで、まあ、最も単純なわけですよね。で、最も単純ってことは AI 人工知能が一番制御しやすい精密なまあ動作っていうのをまあさせやすいということです。はい、でまあ、もしですね、まあ、電気自動車であれば、まあ、9割以上はですね、まあ、アクセルペダルだけでまあ自動車を制御できるということです。はい、というのはということで、電気自動車の場合はですね、はい、アクセルペダルを踏めば当然加速なわけですけど、減速したいということであれば、はっきり言ったらブレーキをあんまり踏まなくていいんですよね。アクセルペダルから離せば、結局どん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 自動車が減速していくということです。これどうしてかっていうとですね、まあ結局電気自動車っていうのは、まあある意味モーターで動くわけですけど、だから加速っていうのと、まあ、減速っていうのはモーターが回転が逆になるんですよね。だから加速してる時っていうのはどん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 放電放電放電っていう形でこう、モーターが回るわけですよね。で、今度は逆にですね、まあ、ペダルをアクセルペダルを離せばこのモーターが逆回転するわけですよ。つまり充電充電充電っていう風になるんですよね。だから電気自動車っていうのは放電もするんですけど充電もするわけですよね。ってなった時にその充電する時のそのモーターの逆回転によってどん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 まあ抵抗が上がっていくんで、だから車がどん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 遅くなっていくわけです。だからアクセルペダルを離すイコール、まあ、緩いブレーキを踏んでるような状態になるんですよね。だからまあ結局アクセルペダルを踏んだり離したり踏んだり離したりっていうことで、まあ、加速と減速っていうのをすることができるので、だからじゃ あ、 まあブレーキって何のためにですね、いつ踏むのかって言ったら、もう決まった場所でピタッと止まるという時だけ、まあ、ブレーキを踏めばいいということです。だからまあ加速する減速するっていうのはもうアクセルペダルだけで調整可能ということですよね。でもうここでピタッと止まるという時の最後のまあもう停止の調整だけで、まあ、結局ブレーキを踏めばいいということです。だってあれば当然人間にとってもすごく運転がまあ楽ですし、まあ、当然 AI 人工知能もまあ運転しやすい車、それが電気自動車という車だということです。はい、よってですね、まあ、交通事故の減少っていうのをまあ目標にしているまあ自動運転車にとっては、まあ、電気自動車っていうのは最も相性がいいということですよね。一番正確精密にまあ車を動かすことができるということなので、まあ、事故をですね本当に最小化しやすい車ということです。はい、だからまあ電気自動車×自動車運転車っていうのがまあ一番まあ普及、まあ、させたい、まあ、自動車ということですよね。はい、なので、まあ、自動車業界のまあ巨大な潮流としてはですね、まあ、電気自動車の割合が増えていきます。で、まあ、電気自動車と自動運転車っていうのは相性がいいんで、だからまあ電気自動運転車のまあ時代になっていくということですよね。で、最終的にはもう共有自動車ということで、まあ、無人タクシーみたいなのがどん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 街の中を走るというような、そういう時代になっていくということです。はい、そしてですね、まあ、今回はですね、まあ、特にまあ自動運転車ですね、まあ、結局電気自動車、自動運転車、そして共有という、まあ、3つの考え方っていうのがあるわけですけれども、まあ、今回は特に自動運転車っていうのをさらに深掘りしていきたいと思います。はい、でまずですね、まあ、自動運転のまあ段階なんですけど、はい、まあ、0から5で6段階ですが、まあ、0っていうのはですね、はっきり言ったらまあ自動運転レベルが0なので、まあ、1から5っていうふうに見たときに、まあ、一番下の1ですね、これは運転支援ということで、はい、衝突被害軽減ブレーキなどをですね、まあ、AI がまあ踏むことがありますということですが、まあ、運転主体としてはまあドライバーが主体ですということですね。はい、で2番は高度な運転支援ということで、まあ、自動の追い越しなどですね、もうまあ結局 AI がまあやるということ、 やるっていうかやれるということですね。ただまあ基本的に運転の主体はドライバーですということですね。だ1、2っていうのはもう完全に人が主体ということです。だからまあ人をまあですね、まあ、AI が少しまあ支援するというのが1とか2っていう感じですね。で、3、4、5っていうのは今度は逆に AI の方が主体ということになります。はい。3は、まあ、特定条件下で、まあ、自動運転継続が困難な場合は、ドライバーが対応ということですよね。だから基本は、まあ、AI が運転するんですけど、何らか困難な状況が発生したら、まあ、運転手、ドライバーが対応しますということですよね。はい。して、まあ、4は、まあ、走行ルートなど特定条件下では、もう完全な自動運転ということで、もうね、走る場所が決まってるっていうんだったら、まあ、基本 AI だ
だけで運転しますということですよね。はい、でも5番に関してはその走る場所が決まっているっていう条件すら外して、まあ、日本全国もしくはですね、まあ、他の国だったとしても、まあ、どこでもですね、まあ、AI だけで自動運転するっていうのがまあレベル5というふうにまあ段階付けしているということですね。はい、なおですね、まあ、イメージしやすいようにですね、まあ、今ご紹介した自動運転のレベルっていうのは、まあ、車を基準にして作られた基準ではありますけど、まあ、この車の基準っていうのを、まあ、他の交通手段に、まあ、無理やり当てはめてみた場合ですね、まあ、例えばモノレールだったらもうレベル4ということが言えます。もうね、決まった場所しか走らないんですけど、しかしその決まった場所に関してはもう完全自動運転ということですよね。まあ、これがモノレールということで、まあ、モノレールはもうレベル4ですね。だから他の場所は走れないんで、だからまあレベル5ではないけど、まあ、決まった場所だったら完全に走れるレベル4ということです。はい、で新幹線とか飛行機っていうのはもうレベル3ということがまあ言っていいと思ってます。はい、例えばまあ新幹線も飛行機もですね、もうきっちりとですね決まった場所にですね、まあ、停車するとかですね、何か異常に備えるといった時に、まあ、人っていうのは必ずまあ乗ってはいるわけですけれども、まあ、でも例えば飛行機だった時にですね、まあ、はっきり言って、まあ、上空を飛んでる間っていうのはまあほぼほぼ自動ということですよね。だから一番難しい離陸と着陸って言った時に、まあ、結局パイロットの方がですね、まあ、操作をするとかって言った時であって、まあ、基本的にまあですね、まあ、飛行中の大半の時間であるで空中で飛んでる時間っていうのはもうほぼほぼ自動ということですよね。であれば、まあ、新幹線飛行機っていうのはまあレベル3に近いということです。はい、でまたですね、まあ、日本車でのですね、まあ、自動運転車の代表例としてはですね、まあ、例えば日産がもう実際ですね、まあ、テレビ CM とかでどんどん広告している、まあ、自動運転っていうのはこれはレベル2ということですね。はい、だから基本人が運転するんですけれども、しかしまあ一部ですね、まあ、AI がですね、まあ、支援することができるということです。はい、ちなみにまあレベル2でですねハンドルを手放していい時間っていうのはまあ約65秒というふうに言われています。はい、だからまあそれ以上話すっていうのはですね、はっきり言ったら AI から警告が来るということです。ハンドル握ってくださいということですね。だから基本的にレベル2っていうのはまあ人が運転するんだけど、まあ、例えば65秒以内だったらですね、まあ、人が運転、ハンドルから手を離してもですね、まあ、AI が制御してくれるという感じです。はい、そしてですねホンダの場合はですね、まあ、条件付きではあるんですけど、まあ、レベル3ということです。はい、このレベル3っていうのはさっきご紹介したですね、まあ、新幹線とか飛行機とはちょっとレベルが違います。はい、新幹線とか飛行機っていうのは本当にまあ、ね、システムがですね完全自動でまあ動かしてくれますけど、このホンダのレベル3っていうのはですね条件が付いてて、車の道路の状況がこういう状況だったらレベル3っていう条件がついているんですね。まあ、具体的なことを言うとですね、まあ、時速30キロ以下です。はい、だから時速30キロ以下だったらまあレベル3という感じなので、だからまあ渋滞してる場合っていうことですよね。だからちょっとこう新幹線とか飛行機のレベル3とはちょっと違うっていう感じですけど、まあ、とはいえ、まあ、もし条件がですね、まあ、要するに30キロ以下のまあ渋滞してる状況みたいな低速走行であればですね、まあ、レベル3でまあ機能するようなまあ自動車っていうのをまあ開発済みということです。はい、でこのようにということで、まあ、自動車の自動運転化っていうのは、まあ、確実にですね着実に進んでるということが言えます。はい、なおですね、まあ、今回はですね、まあ、2種類の自動運転車方式のうちですね、はい、日本の自動車メーカーなど、まあ、大半の企業が取り組んでいる方式だけを解説したいと思います。はい、まあ、自動運転車っていうのは大きく2種類の、まあ、やり方っていうか方法でですね、まあ、実際自動運転っていうのを実現しているわけですけれども、まあ、ほぼほぼですね、まあ、日本の主要企業とか、あとはまあ世界のですね、まあ、例えば Google とか Apple とかもまあ自動運転っていうのにですね、まあ、参入してますが、まあ、ほとんどの企業はですね、まあ、今回ご紹介するようなまあ考え方原理で自動運転っていうのを実現させているということです。で、まあ、今回解説しないもう一種類っていうのはですね、まあ、はっきり言ったらテスラだけが現時点
では挑戦している方法ということです。はい、でもまあそちらの方は今回はあえてまあ触れないということで、まあ、分かりやすくですね、まあ、日本の自動車メーカーなど、まあ、大半の企業が取り組んでいる方式だけを解説したいと思います。はい、なおですね、まあ、自動運転車の概要としてはですね、まあ、基本的には今回の方式っていうのは、まあ、AI と AI のまあ通信で走るという考え方です。はい、だからまあ自動車の中にも AI 人工知能がありますと。でインターネット空間にも AI 人工知能がありますと。でその自動車側の AI 人工知能とインターネット空間の AI 人工知能がもう同時に常に通信しながら走るっていうのが、まあ、今回のまあ方式ということですね。はい、だから日本のまあ自動運転車って言ったら、まあ、今回解説する方式ということになります。はい、すなわちということでですね、まあ、まず考え方としてはデジタルツインという考え方があるということです。はい、だから現実リアルとインターネット空間の仮想っていうのを完全に双子の状態、鏡写しの状態っていうのにしてしまうということですね。はい、だからまあ現実は現実でありますと、仮想は仮想でありますと。でその現実と仮想がもう全く双子状態で鏡写しの状態っていうのを仮想の方に作ってしまうということですよね。でまあ現実と仮想が双子になっているまあデジタルツインっていう考え方がまずあるということです。で具体的にはということで、まあ、ネット上の AI 人工知能と自動車内の AI 人工知能が、まあ、インターネットを通じて、ですね、常に、まあ、通信し合うという、まあ、ことですよね。でその通信によって、まあ、走っていくっていうのが自動運転車ということになります。はい、でそして、まあ、自動運転の手順としてはですね、まず、まあ、事前準備としてですね、まあ、ネット上に高精細の、まあ、3次元地図、まあ、HD マップって呼ばれているものを、まあ、作る必要があるということです。はい、この地図がですね、要するに仮想のネット上に先にですね、まあ、地図が作られてない場所っていうのはですね、まあ、例えばさっきご紹介した、まあ、日産とかホンダの自動運転車だったとしても走れないということです。はい、あくまでも仮想の方に地図が完成している場所に限定したら、まあ、日産の車とかはレベル2ですよね、ホンダの車だったらレベル3のレベルで、まあ、自動運転ができるということです。はい、だから事前準備としてまずですね、仮想の方に地図があるということが大前提ということです。はい、そしてまあ自動運転車が現実をですね、まあ、センサーなどで認知しますということですよね。まあ、実際こう自動運転車って今リアルですよね、仮想じゃなくてリアルを、まあ、自動車という物体が走ってるわけですから、まあ、それを常にですね、まあ、センサーとかですねなどでまあ認知し続けるということです。はい、そしてまあ走ってる時にまあ認知したまあ情報っていうのをですね、走行中の情報っていうのをまさに現在進行形で、まあ、ネット上の地図の方にですね、まあ、送り続けるということです。はい、だからまあ自動車側の AI 人工知能がですね、まあ、結局ネット側の AI 人工知能に常にリアルタイムの情報というのをまあ送り続けるということです。はい、そしてですね、まあ、ネット上の AI の方はまあ常に仮想の地図をまあ現在の情報ですよね、まあ、それこそ今信号が青になったとか今歩行者が止まっているとか、まあ、そういった情報というのをどん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 常に更新し続けるということですよね。で5番として、まあ、自動車側の AI は、まあ、ネット上の地図上を安全に走り続けるための判断、そして操作っていうのを行い続けるということです。はい、要するに、まあ、自動車側の AI 人工知能っていうのはですね、ネット上の地図を見続けながらリアルの自動車を走らせ続けるんですね。だからここが人間が自動車を運転する場合と、まあ、今回ご紹介している、まあ、日本企業が取り組んでいる自動運転車は、まあ、明らかに違うわけです。人間はリアルを見ながらリアルの自動車を走らせますよね。でそれが人間です。はい、ところが、まあ、実際今やってる、まあ、自動運転車っていうのは AI が見てるのはリアルの現実じゃないわけですよ。リアルを見ながら走るんじゃなくて、あくまで仮想を見ながら、仮想にすでに現実と鏡写しになってる仮想現実があるんで、その仮想現実を見ながらリアルの自動車を走らせて続けるんですね。それが日本企業とか、まあ、主要な企業がですね、まあ、取り組んでいる自動運転車の、まあ、原理仕組みということです。はい、で例外としてはテスラですね。テスラだけはその方式はやってないんですよ。テスラだけはリアルを見ながらリアルを走らせるっていうことに、まあ、調整し続けているんですね。まあ、ただ今回はそちらの方は解説はしないということで、まあ、あくまでもネットのですね、ネットの方に出来上がっている地図を見ながら AI はリアルの自動車を走らせ続けるということをやってます。はい、なので
自動運転車の普及に関する最大のボトルネック制約条件っていうのは何なのかといえばですね、はい、それは高精細3次元地図っていうのが、まあ、インターネット仮想上にどれだけ完成しているかということです。はい、なぜかっていうと、まあ、自動車側の AI 人工知能が見てるのはリアルじゃないんですね。リアルを見ながら運転してるんじゃなくて、仮想を見ながらリアルを運転してるということなので、あくまでも仮想の地図を見ながら運転するんですね。なので、仮想の地図にない場所っていうのは、まあ、自動車の AI 人工知能っていうのがまるで目隠しされた状態みたいな感じになるので走らせられないわけですよ。で人もまあはっきり言って 目をね隠されてしまったら自動車運転できないんですよね、怖くてね。それと一緒で結局仮想の方に地図がない、いやここの場所はねデータがありませんというところはですね、まあ、はっきり言って AI にとってはまあ 目隠しされているような状態になるので、だから走らせられないということなんですね。ってなると仮想の方の地図っていうのがまあどれぐらいだですね、まあ、例えば日本全国だとかもしくはアメリカとかっていうのをまあカバーすることができているかっていうことにまあ尽きるということです。だから地図でカバーされているところは走れますと、まあ、日産の自動車もホンダの自動車も走れますと。でも逆に地図がカバーされてないところ、データがないところっていうのは走れないということですね。なので、まあ、仮想の地図が完成している場所っていうのは、まあ、自動運転車は走れますと。で、仮想の地図が完成してない場所っていうのは自動運転車は走れないということで、まあ、非常にだからインターネット上の地図っていうのがめちゃくちゃ重要ということなんですね。はい、ゆえにですね、まあ、自動運転車の普及部最大のボトルネックっていうのは、まあ、地図の完成度合いということです。地図が完成している場所は自動運転車は走れますと。で、地図が完成してない場所は自動運転車が走れませんと。じゃあ結局自動運転車ってどれぐらい普及するんですか、いつどれぐらい普及するんですかって言ったら、それはもう地図の完成度合いによるということですね。はい、ちなみにですね、まあ、日本で3次元高精細の地図 HD マップを作り続けている企業っていうのはですね、ダイナミックマッププラットフォーム社という会社です。この会社は非上場なので、まあ、一般の投資家は投資することができない企業ではありますけど、この企業が実際は自動運転車のですね、まあ、地図っていうのを作ってますということです。はい、でこの企業に出資している企業っていうのはですね、まあ、日本の全自動車企業がまあ実質出資しているような状態になります。はい、一番右にですね、まあ、自動車メーカーっていうのが並んでますけど、まあ、縦に行くと、まあ、イスズ、スバル、トヨタ、日野、マツダ、三菱自動車、スズキ、ダイハツ、日産、ホンダですから、だからもう日本の全自動車企業が実質は出資している状態になるということですよね。まあ、あとはファンドですよね、まあ、SBI だとか三菱 UFJ だとかみずほだとか、あとはまあ商社としては三井物産とかですね、あとはまあ計測機器ではまあ三菱電機とかで、まあ、地図ということで前輪とかですね、まあ、こういった企業がですね、まあ、この企業にまあ出資をしているという状態です。はい、なおですね、まあ、現時点の日本全国の道路での地図の完成状況っていうのはですね、まあ、約 2.7% と。だ日本にはいろんな道路がありますけれども、まあ、日本、北海道から沖縄までの全道路の 2.7% 分ぐらい現在地図が完成しているということです。はい、つまりということで、まあ、ある特定の都道府県っていうのは集中的に地図を完成させようとしているのではなくて、まずは高速道路を最優先で地図を完成させようとしているということですね。なんでまだ 2.7% しか完成してないのかって言ったら、まずはとりあえず日本全国の高速道路を先にこう地図を作ってるんですね。だから高速道路をとにかく地図を作れば、まあ、少なくても自動運転機能を持ってる車であれば、まあ、日本全国の高速道路を走ることができるということで、その高速道路を最優先で作ってるということです。だから一般道の方はほとんどまだだからですね、まあ、手つかずに近いぐらいという状態です。はい、よってですね、まあ、日本での自動運転のですね、まあ、最初にして巨大な一歩っていうのが、まあ、来年24年にですね、まあ、東名高速道路で実現しそうだということです。はい、なので、まあ、日本の場合はですね、まあ、高速道路でまず自動運転っていうのが実現しますということですよね。車自体は日産とかホンダっていうのもまあ出してますし、もちろんトヨタも出そうと思ったら出せるっていう状態ですよね。だから車の方はまあはっきり言った自動運転がまあほぼできるような状態になってるわけですよ。まあ、レベル2、レベル3という感じであれば、でなればあとは地図
数が完成すれば走れるっていう状態なので、だからまあ日本の場合は高速道路でまず自動運転っていうのが実現しますということですよね。でそれでまあ地図っていうのをどんどんひたすらひたすら作り続けて、まあ地図上にまあ一般道っていうのがまあ作られていったならば、一般道でも自動運転が実現するということですよね。でまあ今回解説している方式ってなると、まあ結局ボトルネック、制約条件で地図っていうのが大きいので、だからまあテスラだけは違う方式で調整をしているということです。だからもう地図じゃなくて、もう自動車のですね、結局 AI 人工知能だけで走らせるというのに挑戦をしているということです。はい。ただ、日本はもうそのですね、方式に向かってないので、日本に関してはあくまでも地図が完成したら、地図が完成している場所を走れるっていう形で、普及を促進しようとしているということです。はい。なお、大事なこととしてですね、自動運転車っていうのは、人類の英知が走ると言っても、これはもう過言ではないということです。今までいろんなものですよね、テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、クーラーですよね、パソコン、スマートフォン、いろんなものを人間、人類は作り続けてきましたけれども、最も難易度が高いのが今回の自動運転車と言っていいということです、はい、だからハードだけじゃダメなんですよね。自動車というハードだけでもダメで、インターネットの、ね、ネット企業ですよね、ソフトだけでもダメということですよね。だから自動車というハード、そしてインターネットですよね、でソフトですよね、それから周りの通信環境、ありとあらゆるものが全部最先端で最高峰のものを集めて、初めてこう自動運転車っていうのは走ることができるということで、自動運転車が走ってるって何なんですかって言ったら、それは人類の英知が走ってるっていうことが言えるということです、はい、だから自動運転のですね、自動運転車の関連企業っていうのはもうこれはソフトとハードのもう集大成ということですよね。だから例えば総合ソフトウェアプラットフォーム系っていうことであれば、例えば Google だとかですよね、当然参画しているということですよね、AI 人工知能関連だとかですね、もしくはセンサーですよね、半導体センサー関連ですよね、でもちろん自動車メーカーとかですよね、あとは通信とかですね、もしくは大学研究機関だとか、そこにお金を出すんですね、ファンドとか、もうとにかくもう全世界のありとあらゆる、ですね、最先端かつ最高峰をやってる企業っていうのが、ある意味競合しながら、ある意味協力しながら実現しようとしているのがこの自動運転車というものだということです、はい、つまりですね、自動運転車っていうのはソフトとハードの両面で、人類英知の結晶みたいなものだということです、はい、なので、世界の最先端かつ最高峰の技術を持った各企業っていうのが、この産業に入っているということなんですよね、はい、だからこそ人類史上で最高にですね、巨大な産業になる可能性が高いということです。はい、だからパソコンっていうのが最終製品だったら、パソコンの部品とか製造装置とか原材料とかっていうことで一大産業が作られたわけですよね。で直近だったらスマホだったわけですよ。結局スマホっていうのが全世界80億人の中で持ちたいっていう人が持てるようにっていうことで、すごく巨大な産業っていうのが最終製品スマホだったわけですよね。ってなると、スマホがすごく全世界で10億台20億台という形で売れるということになれば、当然スマホの中の部品だとかですね、その部品を作るための製造装置だとか、もしくはその原材料とかっていうのが一つの巨大産業になったということです。そういうパソコン産業とかスマホ産業をはるかに大きく超えるような巨大産業っていうのが自動運転車産業で作られようとしているということですね。ゆえに自動車業界っていうのはですね、電気自動車から自動運転車、そして将来的には共有自動車という時代の流れの中で、これからの主役業界としてですね、超高成長っていうのが期待できるということです。はい、ということで今回は自動運転車超絶詳しくということでやってきたんですけれども、結論はですね、人類史上最高の巨大産業がですね、作られようとしているというのが今回の結論です。はい、そしてですね、最後にお知らせを3点させてください。まず1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ですね、
で株式投資で資産を10倍にする方法などですね、まあ、特典動画っていうのも無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、2点目ですけれども EV 戦争の覇者という動画ですね。はい、で今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者新動画版という、まあ、価値の高い動画講義っていうのがですね、まあ、無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合はですね、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、3点目ですけれども、まあ、ビジネススクールですね。はい、こちらを一つですね、まあ、ご紹介させていただきたいと思います。はい、無料体験ありということで、まあ、戦略、集客、または最先端の技術とかですね、まあ、今日から早速使える実践的な知識とかノウハウをですね、まあ、総合的に学べる、まあ、受講者数で行った時に、まあ、日本最大級のビジネススクールということです。はい、で、まあ、講座の内容に関しては、もう直接確認はしています。はい、講座内容のですね、まあ、質と量っていうのはもう確かです。はい、もし内容に興味関心があるという場合はですね、まあ、概要欄よりまずはお試しでですね、まあ、無料体験入学をしてみてください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。